はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は千葉県の建設業の正社員、1年目の方の給与明細です。最終学歴が大卒で、仕事内容は、えー、施設、施設管理業務を実施しています。建物の清掃から設備管理など、あらゆる管理業務を実施して、定期的なメンテナンスや補修を実施しております。 必要な資格やスキルが建築士と施工管理技士、消防設備士、電気工事士。勤務時間が1日8時間で残業が月20から20時間。収入が月収30から35万で年収400万ちょっと。ボーナスが、えー、年2回で合計40万。えー、建設業指定家庭のアドバイスとしては資格なしでも入れられますが、えー、初期は経験しながら資格を頑張って取得してください。取得後は楽できます。 で、給与明細で、えー、基本給が27万3800円、資格手当2万円、住宅手当1万、残業手当4万3202円、組、え、織、ー、給が35万2146円、そこから控除引かれて、手取りが27万6974円となっています。えー、今回は、えー、建設業の方の給与明細でした。 まあこれ建設業というよりえ多分ビルメンテナンスとかそういった感じのものに近いような気もするんですけどえまあかなり給料がいいいいですねはいえー組織1年目で35万もらえる会社はなかなかないのでまあやっぱり持ってる資格がいいとこういった会社に入れることもあるのかなっていうふうに思います今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします